為替相場の変動を予測して、投資する金融商品、バイナリーオプションの助言名目で、男性から現金を騙し取ったとして、詐欺罪に問われた、アイドルグループ、SK48、元メンバー、山田樹奈被告、23、は、25日、名古屋地裁、唐島明裁判官、で、開かれた初公判で、間違いありません、と、起訴内容を認めた。起訴状によると、昨年1月、架空のトレーダーになりすまし、20代男性に、30秒で、38万円プラスになった。50万円、もらえれば稼げる、情報や、勝ち方を教える、と、嘘を言って現金50万円を、騙し取ったとされる。詳しくははじめくんのブログへ。